今からね、東京に行きたいなと思います。ガーファーに行って帰ってきました。関東スタッフ飲み会と関西スタッフ飲み会というのがあって、ガーファーに潜入できるってないじゃないですか。めちゃくちゃいい人生だったんちゃいますかね。おはようございます。今からね、東京に行きたいなと思います。東京はちょっと今日天候盛りなんですけど、頑張っていこうと思います。ちょっと暑いんでね、こんな感じでショーツ履いて、さっと行こうかなと思います。行きましょう。ホテル到着739、ホテル紹介すると部屋紹介するためにインキーしないようにね。わお、マジでいつ見ても同じ。ここになんかスポンサーで金もらってんのかなっていうぐらいずっとここ来てますけど、アクセスいいんですよ。ぜひ東京来る方を。今回はね、ワークマンさんの、新作展示会を明日行くっていうのと、それが終わったら、その明日の夜は僕のスタッフの人と飲み会があるんですよ。で、それがいろんな人って、編集してる人とか、あとはそれこそ僕洋服作ってるんやけど、その洋服作ってるところのカスタマーサポートをやってくれてる、お客様とのやり取りをやってもらってる人とか、ライティングしてくれてる人とか、いろんな外注さんがいてて、まあ、そのスタッフの方々と会うということで、基本僕出勤してもらってないので、まあ、オンラインでばっかりやり取り、メールとかばっかりでやり取りなんですけど、この年に1回だけ関東スタッフ飲み会と関西スタッフ飲み会っていうのがあって、まあ、招待させてもらって、招待してきていただいて、まあ、ご飯ごちそうするみたいな。で、それがまたね、美味しい、新橋の焼き鳥屋さんあるんですよ。これ、まあ、メンバーシップで行ったところなんやけど、めちゃくちゃうまかったから、まあ、ぜひ皆さんに食べてほしいなと思ったんで、明日招待します。まあ、今日に関しては、ちょっと飯行って、その前にちょっとふーちゃんと、会って、まあ、今日ふーちゃんカメラマンで呼んでるから、ふーちゃんとちょっと撮影して、明日またふーちゃんと移動して、明後日またふーちゃんと Google 本社行ってみたいなことなんですけど、まあ、行きたいなと思いますので、そんな感じです。あ、ちなみに僕のね、セッティングはこんな感じですね。この狭いからなかなか3泊すると結構パツパツになっちゃうんですけど、こんな感じで、で、あ、すいません、見えちゃった。こことかになんか化粧水とか置いてたりとか、あとはなんかそういう乳液とか、そういうの置いて、あと歯磨き粉はね、もうこういう感じでセットしてるので、もう毎回の旅行スタイルですね、いつもの。で、明後日がGoogleのマネージャーに渡すようなお土産。お土産は絶対買っていけっていうのが我が家の合言葉になってるので、まあマネージャーね、いつもお世話になってるから、そんな感じでいきたいなと思います。まあ Vlog そんな感じでやるので楽しんで見てみてください。いきます。さてさて、ふーちゃんは言えるかな ?4 時半集合。僕らね、遅刻してね、ほんま3時やったんやけど、4時半に変えてって言って変えてもらったんですけど、行ってるかな行ってないね。あ、行ってた。すいません、遅れました。どうです。申し訳ないです。いえいえ、大丈夫。すごい。すごい。ちっちゃいですね。そうなんですよ。初めて見ました。じゃあちょっと一個聞いておきたいんですけど、体調は悪くないですか？大丈夫です。悪くない。体調悪くなかったんですけど、飛行機がギリでした。あ、ギリ。いろいろあった。あ、ほんなら、じゃあちょうど良かったぐらいですか？そんなことないです。いや、結構早めに来てた。着いたのは早かったんですけど、あ、そうなんです。乗り遅れる可能性がめちゃめちゃトラブルあって。なるほど、なるほど。ちょっとそのあたりも後で聞きましょうか、ほんなら。通路とかめちゃくちゃ映えるんですね。ワークマンの会議の皆さん、はい、左の列でお願いいたします。はい、じゃあどうもおはようございます。いつもいつもメールを送っていただいてる。なるほど、ありがとうございます。YouTube 見ました。見ました。はい、お話しごめんなさい。 YouTube あれ恥ずかしいんですよ。あれちゃんとこれ印刷してくださいねとかってちゃんと見てから。あれね、皆さんすごいと思いました、発信が。いや、そこにね、テレビで映そうと思ったんですけど、はいはいはい、あまりにも恥ずかしくて、急遽やめたんですけど、アンケートですね、もしご回答いただけるようでしたら、プレゼントもご用意させていただいてるので、ご着の際、ご送ってください。大体いつも忘れてるんですよ。では、今から行ってきまーす。ワークマンにレザーのイメージないですね。やっぱほんま河川強いですよね。これ縫製会社さんとか見たらびっくりするんちゃいます？濡れないですか？
5話より上になっちゃったんです。天然繊維もあるんですね。これ僕買うと思いますね。ありがとうございます。はい、浅草で無事撮影が終わってかき氷を食べております。あ、来ました。あ、すごい色。いちごでしたっけ。いちごです。めちゃくちゃうまいですよ、この暑い時に。いただきます。はい、うま懐かしの味ですね。みたらし団子の冷たいやつです。流れるように接客するので皆さん見といてくださいね。オッケーオッケー、じゃあ接客しよう。はい、めちゃくちゃ早い。もう通る人通る人にガンガン声がいていくのでね、見といてくださいね。めちゃくちゃ早い、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。何ライス、なんかあれおかきのですね、うん、なんか言ってますね。何ですかね、なんちゃらライス、なんちゃらライス、早すぎて外人も聞き取られへん感じの。からもんやな。やっぱ一回アドバイスを聞いたからにはやらなあかん、はい、もうやるしかない。はい、それでは今から、僕も関東のスタッフの方と飲みに行きたいなと思います。久々にカメラ向いて喋りましたね。行ってきます。下でふーちゃんと待ち合わせしてます。今現在ですね、新宿の、地上に上がれずに、ずっと地下をぐるぐるして約25分遅刻しております。僕が遅刻したのは悪いんですけど、ふーちゃんに関してはですね、スマホの充電がもうなくなっちゃって、スマホの充電 0% の男と、25分遅刻してる男っていうのが、新宿のこの地下のところでずっとぐる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 、しております。あ、またすぐは、まず地下です。地下に降りていく。あ、でもこれ行ったら次メトロ行っちゃいますよ。もうどっかで、うん、ようやく外へ出れました。お待たせしました、こちらの地下1階でございます。到着。はい、すいません、遅くなりました。ありがとうございます。はい、無事帰ってきました。ありがとうございます。現在トイレ中なんですけども、許してください。非常に、ね、楽しくて、やっぱり普段なかなか会わへん人とか、やっぱズームだけとかって今結構あるんですよね。だからそういうのとかで実際会ってみて、表情を見て、でなんかまあこういう身長やってんやとか、こんな感じの体型してはんねやとかって顔だけではわからないので、そんなお話させてもらったり、あとも日常の僕の連絡が、味気ないとか、愛想がないとか、びっくりマークも何もないとか、丸しか来へんからすごい怒ってるように見えるとか、そんなことでみんな笑っておりました。だから今後はね、ちゃんと温かいメールを送らなあかんねんなっていうのをね思ったんですけど、まあ、そんな感じで楽しい時間を過ごせました。まあ、年に1回はこうやってなんか恩返しできるというか、ちょっとまあいいところとか、ご飯屋さんとか連れて行ければいいなってことで、まあ、毎年こうやって頑張らさせてもらってるんですけど、まあ、次回は関西飲み会が秋ぐらい、10月11月ぐらいにやるんですけど、まあ、まずは関東からスタートしてっていう感じで、まあ、また関東はね来年やりたいなと思います。明日はね、いよいよ Google の本社にまた行きたいなと思います。僕も何回か行ってるんですけど、まあ、嫁連れてったり、それこそまあスタッフのボイちゃん連れてったり、まあ、弟も連れてったことあるしなんですけど、明日はふーちゃんともう一人、分析してくれてる子を連れていくんですけど、まあ、それでねまた新しい何か感じてくれたらいいなっていうことで、明日は Google の本社に、遊びにというか、お昼ご飯食べに、社員食といってお昼ご飯食べるだけなんですけど、行きたいなと思いますので、まあ、そんな感じで今日はこんなんで終わりたいなと思います。まあ、筋トレもしたし、ワークマンも行ったし、外出さんも会えたし、まあいい、めちゃくちゃいい一日だったんちゃいますかね。今から僕お風呂の王様っていうところに行って、サクッとシャワーとか、お風呂とか入って、寝たいなと思いますので、以上となっておりました。おやすみなさい。
はい、それでは今日はね、Google の、日本会社に行きます。さっきはね、ちょっと撮影しててスクランブル交差点で長袖着てるやつ誰もおらんし、青信号のうちに撮らなあかんし、めちゃくちゃ大変やったんですけど撮れました。こちゃん、お疲れ様でした。今日の撮影は一旦これで終わりで、はい、この後めちゃくちゃいい撮影になりました。よかったです。この後は、Google に行く感じですけど、気分的にはどんな感じですか？ガーファーに潜入できるってないじゃないですか。確かに、普通はないですよね。ちょっと楽しみですね。ちょっとタイムリーなところもあって、うん、仕事的にもね、はい、なるほど。組織力を、あ、前向いちゃった。なるほど、組織力をね、はい、勉強します。で、まあ、ふーちゃんともう一人ね、分析してるくれてる人いてるので、その人と3人で、行きますので、その後どうなったかまた教えてください。よろしくお願いします、はいはい。では、ここがね、 Google の日本支社になってるんです。おーっと、言ってました。おはようございます。行きましょう。おはようございます。気持ちどんな感じですか？結構緊張します、ね、緊張する。そうなんや。そうですよね。では行ってきます。お疲れ様でした。いかがでしたか？いや、気にしてきないでした。あ、よかったよかった。イメージ通りっちゃイメージ通り。いや、全然。あ、違う。あ、そうなんや。あ、でかかった。それ建物がでかかった。あ、規模が違うから。ちょっと、全ての人の空間のクオリティが高い。次元。これ、活かせそうですか、会社。まずプロテインバーから始まるんですよ。最初はプロテインバーを置くとから始まるんですよ。はい、どういうことですか？あ、置いてましたね、確かに。自由に取れるやつね。そんな感じでした。以上です。